パウル・フリードリヒ・マイヤーハイムは、ドイツの画家、イラストレーターである。動物を描くのに才能を見せたが、肖像画や風景画も描き、版画家としても成功した。ベルリンで生まれた。父親のフリードリヒ・エドアルド・マイヤーハイムは、ダンツヒ出身の画家で、兄のフランツ・マイヤーハイム、父親の兄弟のヘルマン・マイヤーハイムと、ビルヘルム・マイヤーハイムも画家であった。兄と共に、父親から、 絵のレッスンを受けた後、1857年から1860年まで、ベルリンの美術アカデミーで学んだ。ベルリンの動物画家、シュミットゾーンのアトリエも訪れ、影響を受けた。スイス、ベルギー、オランダで修行し、パリにも1年間滞在した。ベルリンに戻った後、1883年から、ベルリンの美術アカデミーの動物画のクラスで教え始め、 1887年には教授に任じられた。マイヤーハイムの教えた学生には彫刻家のアウグスト・ガウルやフリードリヒ・フランツブ・ロック・ミューラー、パウル・フライタークラがいる。動物園やサーカスの情景を描き、サンジュリーと呼ばれるモノマネする猿を描くジャンルに分類される作品もある。ベルリンの機関車製造会社ボルジヒの経営者の一族と親しく、 機関車の製造工程を描いた作品も残した。ありがとうございます。